バレーのきっかけですよね。きっかけはね、あのなんかすごい変なんですけど、僕昔からバレーやりなさいって言われてたんですけど、あの自分がすごく体が硬いんですね。柔軟性が全くなくて、それがコンプレックスで、あの鏡見るじゃないですか、バレーって。それがすごく嫌で、自分ができないのが、なんか硬いからやらないっていうところで逃げてきたんですけど、また3年っていうことで、嫌いじゃない、すごく好きなんですよ、見るのも大好きだし。でも自分ができないことが嫌だったんですけど、だからこそやってみようっていうことで、でなんか軸がないなって感じたんですね、あの自分の演技を見てて、まあ、滑りだったりとか、自分の滑りの体感だったりとか、自分が演技を見て、あの肩の空間の使い方がなんかこう詰まってるなであったりとか、やっぱりそれがすごく先シーズンが特にあの見て感じてたので、それを直すにはやっぱバレーしかないかなって思って、まあ、きっかけをというか始めたんですけど、始めてみたら、もうバレーリーナの方って本当に体の部位であったりとか、骨のとこなんか位置であったりとかっていうものをすごく意識しながらやってらっしゃるんだなっていうのは、そんな全く知らなくて、でも知れば知るほど面白くなっていって、今もう特にあの先ほどおっしゃられてましたけど、あのもう固まっちゃってるんで、なかなかやっぱりすぐ戻っちゃうし、こう意識しろって言われても、そこまで脳の意識が伝達しないんで、なかなか難しいですけど、でもできたりするとすごく面白いので、結構続けてやってますからね。で、あ、ちょっと待ってくださいね。で、なんか言おうとしたんですけどねそう、でもあの本当に軸を取れた時の感動とは、あの何とも言えないですね。あのすごく抜けてリラックスしてホールドできるっていうのをね、いや、あの感じれたことによって、それをに近づけていけばいくほど、スケートの上でかなりあの生きてきてるというか、やっぱ真ん中の軸っていうか、軸の意識っていうのをやっぱ意識、普段からそのするようになりましたし、姿勢も正すようになりましたし、こう座る時もこう座らずに、こうちょっと奥まで腰入れて、ちょっとあの骨盤起こすようにとかっていうのを普段からするようにしてた、ストレッチもそれで始めるようにしたんですよ。やっぱり柔軟性がないとバレーはできないなっていうのところで、でまあ始めていったら、本当いろんなジャンプも良くなりましたし、スピンも良くなりましたし、特にスケーティングも良くなりましたし、あとは肩もだいぶ柔らかくなってきたので、まだまだ硬いですけど、まあでもあと2年間頑張ります